新ののメンバーは誰になるのか皆さんこんにちは。偶児のコーランです。今回は、新緑賞のメンバーについて、お話ししていきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。キングダムの大きなテーマの中に、天下の大将軍があります。そして、それを超える概念として、真には六将という制度がありました。戦争の自由を持ち、国王と絆って結ばれた、 列国の脅威となる将軍たちです。旧六将は全員死んでしまいましたが、今後復活させると、生が言及してました。この新六将が誰になるのかというのは、キングダムの中でも最大級の関心事です。そこで、誰が新六将になるのか、私なりに考察してみました。あくまでも、現状と史実を鑑みた予想なので、違う意見があれば教えてくださいね。新六将は誰になるのか 1, 1確定枠2未確定枠の候補1確定枠まず今後の史実の展開やキングダムの作品を考えると確実に新六将になるキャラが以下の5人でしょう王モーーブまず王戦ですが超縁を滅ぼす戦いでいずれも大活躍しています さらに、ソニシンが負けた後には、シンとモウテンを破ったコウエンを倒しています。その際、裏切ったショウヘイ君も、モウブと共に破るなど、随一の貢献度です。この時代では、最強の武将と言えるので、王戦が候補から外れることはありえません。次にモウブですね。モウブは、史実の活躍こそ少ないですが、キングダム作中では大活躍してます。合掌軍の時の武功第一位ですし、 代代わりした真の大将軍第一号です。後々、王仙と共にスワ絵を滅ぼすので、貢献度も非常に大きいと言えます。何より単純な単体での武力は、現在、作中でも、1、2の実力があります。9、六章における王骨ポジションで活躍するのではないでしょうか。さらに絶対に外せないのが、真、モウテン、王ウハンの3人です。彼らは、 新世代の希望の星として、昌兵軍や聖から注目されています。主海平原でも、まだ将軍でないのにもかかわらず、重要な分岐を先に明かされていました。また、伏線として、マーゴウが、今はの際に、三人で、一緒に高みへ登れと言ってます。六将のところまでたどり着けなかった老人が、時代の青年に向けてのアドバイスです。どうすれば六将にたどり着けるかを、 明確に指し示した言葉でした。なので、このセリフを鑑みても、シン・モウテン・オウファンは、確実に新六将になるでしょう。ここまでは確定枠として考えています。となると難しいのが、ラスト1枠です。キングダムには、現在、将来において、新六将に入り得る武将が、たくさんいます。誰を入れても納得できますが、逆に誰を外しても納得できません。なので、 六章に入らない理由の方を考えて、残り一枠が誰なのかを考察していきます。二、未確定枠。私が考える残りの新六章候補は、次の四人です。一、歓喜。二、協会。三、妖端は。四、銅。一、歓喜。まず、実力的に新六章に入っておかしくない、歓喜はどうでしょうか。根っからの悪党なので、 そこはともかく、軍事面の才能は随一です。軍を指揮する大将軍としては、王戦に次ぐ実力があると思ってます。ですが、歓喜については、新六将になる可能性は、最も低いのではないかと考えています。理由は、史実において、主海平原の戦いの後、李牧と戦って大敗するからです。その後は歴史に出てきておらず、一説には、藩沖と名乗って縁に亡命した。 という説まであります。半置きについてはすでに登場済みですし、この説はキングダムでは採用しないのでしょう。ですが、大敗のことを考えると、新緑賞にはしない展開なのかなと思います。もしかすると盛り上がりを考えて、新緑賞にした後で負けて、危機感を出すのかも。このあたりは、どのタイミングで新緑賞を制定するか、という時期が鍵になりそうですね。日教会。 シーヤモウテン、オンホンが新六将になるのなら、実力や軍祭で考えても、教会はありえます。自身も大将軍になる。と、決意をシンに伝えたことがありますしね。また、王ンと共に蝶を滅ぼす戦いに、参加したことが、史実に残ってます。教会自身の人気も相まって、新六将だという声も根強いです。ですが、私の考えでは教会もまた、 新章の候補からは外れると思います理由は他に候補が多すぎますし逆に教会は候補から外せる理由が強いからですその外す理由というのは最後まで「飛信隊」の一員という考え方です教会は非神隊を非常に大切に思っており家族だと考えています龍国に真の軍と教会の軍は分けるべきと言われても独立はないと突っぱねています このセリフが伏線となり、候補には上がれものの、ヒョのように辞退するのかもしれません。3.4端は後作中でも触れられていましたが、実力、階級ともに候補になるのが4端話です。4端話は,は、合唱軍での功績を称えられ、大乗像の意を授かっています。この大乗像は、大将軍の位だと、家リョ帝が解説していました。なので、 新緑省に入る資格は十分にあると言えるでしょう。ただし、ヨウタンワについては、候補の中で、最も確率は低いと思ってます。理由はヨウタンワの立場です。ヨウタンワは、山の民の属長であり、山の民は、真と同盟を結んでいます。この同盟には上下がなく、対等なものとして結ばれています。つまり、立場上は、真国王である、聖と同列と考えていいでしょう。 言い方を変えてしまうと、同盟国の国王を勝手に自国の将軍扱いしてしまうわけです。今まで何度も山の民に助けてもらっており、便利な助っ人扱いしているのは事実です。ですが、新緑省と制定してしまうと、完全に真の国の下に置くのと同義です。その扱いは許される範囲を超えているため、最後まで陽単話は同盟扱いで終わるはず。4、ドウ。 上記を踏まえて、て最も可能性が高いのが、高いいのではないかと思っまます。まず理由としてはすでに2人目の大将軍で実力経験ともに見劣りしませんまた史実でもがを滅ぼしており今後の活躍の場も十分です資質の面でも青木から本来私に見劣りしないと太鼓判を押されていますこう考えると党の新六将入りは ほぼ確実かなと思っています。逆に、うが新六章に入らない理由は、思いつかないことはありません。例えば、旧六章の頃からの武将であり、過去の六章の副官でもありました。なので、古い人間が出てくるのは違う、と任命を受ける可能性もあるかなと。この断り方は、ご法名との戦いで、若き才能たちはご法名に挑みから、と言っていたことからも、 若者重視の姿勢の変因がうかがえます。とはいえ、他のキャラよりも理由も弱く、6勝になる理由が強い人物と言えるはず。なので、私が考える最後の6勝候補は、党だと考えています。新6勝負の最後の一人として、可能性が高いのは、次の順番だと思っています。1、とう。2、歓喜。3、協会。4、予断は、 この新緑ショのメンバーについて皆さんはどう思いますかよかったらコメント欄で考えたことを教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひチャンネル登録・高評価をお願いします。もしリクエストがありましたらコメントやツイッターで教えてください。以上、偶時のコーランでした。またね。